藤谷蓮次郎です西城秀樹さんに関する思い出を一つ語ってみたいと思います。と言っても私は西城秀樹さんに関して特別なお話は一切持っておりません。私は西城秀樹という人をテレビで主に見て、まあ、ラジオで曲が流れてきてなんていうこともありましたがあの、まあ、彼の前世紀というかそのテレビなんかによく出てきていた時代には あのコンサートとか行く年頃でもなかったので、えー、全然その生で見たこともありませんしあとテレビドラマで彼の代表作とも言われる寺内勘太郎一家小林亜生さんとのやり取りがね有名でしたけどもあれも小さすぎて見ている記憶は見てた記憶は全くないんです。で、えー、ところが、えー、秀樹さんの歌ってる姿以外で私が覚えてることが あ次にあげる今日あげる番組なんです、えー、西条秀樹さんモーニングサラダの思い出、えー、日本テレビ系で土曜日の朝にやっていたと思います細かいことはもう頭から抜けているんですけど日本テレビ系っていうのはすぐ思い出せるのは小倉さんってあの、えー、フジテレビで特ダネずっとやってた小倉さんじゃなくて若い えー、男性で背のスラッと高い、まあ、顔はポチャっとした顔立ちだった方だと思うんですけど、えー、この方が出てたので確か日テレのはずだなと,思うという記憶は明確にあります、えー、モーニングサラダというのは秀樹さんが1980年代の前半メインパーソナリティとしてやってた若い子向けの、まあ、10代代代でしょうね10代から20代くらいなのかな要するに秀樹さんのファン層を中心に 設定したような、まあ、情報バラエティ番組割とこうざっくりしたというか今よりも、えーまあ、あゆったりした作りだったような記憶があるんですが、えー、とちょうど私の動画もありがたいことに少し若い人たちもともとそのつもりで、えーまあ、年齢性の高い方々中心ではあるんだけれどもそこからその方々からどんどんこう若い人たちにいろんな 思い出とかが行けば渡っていけばいいなってところでやらせてもらってるんですけど若い方々もご覧いただいてきたようですパラパラと出すですけど、えー、その方々に言っておくと昔は日本って日本の昔って昭和あたりは実はあの月、火、水、木、金とっって土曜日日は半日授業だったんですねその半日授業なもんだから少しこう華やいだ心で。 か軽くなった心で朝ざっくり眺めるような番組として作られたのがこの「モーニングサラダ」というふうに思います。情報番組ですえで、えー、確かトンネルズさんも出てたと思うんですあのプロに変わったばっかりくらいの。でなんでそれが言えるかというとこれも日本テレビ系だったので彼らはテレビに出てきたのは高明憲武と名乗って、えー、あの。 お笑いスター誕生というところで、えー、一旦休んで、後でもう一回出てきた時にトンネルズという名前に変わってたんですけど、高明のりたけとしてデビューして、それも確かお笑いスター誕生も日テレだったように僕は思うので、だから、まあ、そのまま呼ばれたのかなと勝手に思ってたという次第です。背の高いあのお笑いの人ってそんなに昔いなかったもんだから、彼らの若さと、 あのしっちゃがめっちゃがな感じですけど、まあ、あのまだキャリア的に大きくないので長強くないので、まあ、言われるたびにアシスタント的な小ボケをかましてたという記憶がありますが、えー、とっても面白い番組でしたがやっぱり西城秀樹さん中心なんで見てる人が女性という前提が強かったのか少しですね「えー、土曜の朝」にしたら嫌にまったりしたオープニングがあったり。 確か私の記憶では馬に乗った秀樹さんが海岸線かなんか走ってるとかなんかなかったでしたっけ、えー、そんなような思い出があります。ただ、一つだけ、えー、強い思い出を挙げるとあ、この人、このお兄ちゃんかっこいい、西城秀樹といえばかっこいいお兄ちゃんだなと思ってましたけど、私にとって非常に身近に感じるような、えー、出来事があって、秀樹ファンの方はご記憶かもしれませんけど、たまに食べ物が出てくるんですよね、モーニングサラダで。 別ににサラダに限らず出てくるわけですそれ食べてるとあの秀樹さんなかなか喋らなくなるので番組のどっかの段階であの食べ物が出てくると、まあ、ファンの子からね食べ物が出てくると秀樹全然喋んなくなるじゃないっていうようなことを言われたんだよねって笑いながらやっぱり食べてたような記憶があります。ありましたよね確かね。そ、えー、その言い方がそんなにこう、 嫌味なくというかあの本当にいたずらっ子っぽく言ってたのであこのお兄ちゃん意外とあの面白い人かもと思った記憶がその頃あります。で曲で言うとちょうどそのモーニングサラダ始めたあたりが80年代の初めの頃、えー、私がここの動画で取り上げたものだと「えー、リトルガール」とか「聖少女」とかが入ってる時なんで僕性少女買ったのは多分だから。 モーニングサラダでで見たんんじゃなないかなと思うんですけど、ね、まあ,あの西城秀樹さんの思い出の一つとしてモーニングサラダという、まあ、他にもメンバーは黒さんっていう、あのー、映画評論家の方 <laughs> 失礼女性の方とかいらっしゃいましたけどあとはアイドルの方で、えー、サポートするアシスタントの立場の方が何人かいらっしゃったと記憶しています。えー、面白い、えー バラエティだったなっていう記憶だけあって具体的な映像とはすっかり抜けてますけどその秀樹は、えー、サラダで食べ物出てくると黙っちゃうって言ったのがとても面白かった記憶があります愛想のいいお兄さんだなと思ったという次第です今日は西条秀樹さんの思い出としてモーニングサラダをの話をさせていただきましたそれでは失礼します